ですね、自分のフォロワーさんがどんな投稿を期待しているのか、どんな投稿が知りたいのかっていうところを客観的に見て分析をしていくっていうことが大切になります。こんにちは、ピスロウェブデザイナーのみきみきです。私についてはこちらをご覧ください。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテイカアカデミーと国内最速のレンタルサーバーコノハミングの提供でお送りしていきます。リリアではイラストレーター講座やキャンバ講座などクリエイティブな働き方を目指す方のための講座をご用意しています。気になる方概要欄もチェックしてみてください。本日のテーマはインスタグラムインサイトの見方を徹底解説していきます。インスタグラムのインサイトって皆さんご存知でしょうか？インスタグラム投稿して終わりじゃないんです。投稿した内容がどんな人にどれぐらい見られているか、どこから流入してきているのか、こういったところもインサイトで確認することができるんです。今日はこのインサイトの見方、分析の仕方について詳しくご紹介をしていきます。はい、ここからはですね、画面を使ってご紹介していきます。インスタグラムインサイトの見方、インスタをしっかり分析できるようになろうというテーマでね、今日ご紹介していきます。インスタのインサイトの見方がわからない方、インスタ投稿の伸ばし方を知りたい方、インスタ投稿してるけどどう改善していったらいいかわからない方、インスタのフォロワーを増やしたい方、インスタグラムで稼げるようになりたい方、こんな方に向けた動画になっています。まず本日のアジェンダになります。まず1つ目、インサイトの全体像についてご紹介をしていきます。インサイトいろんな項目があるので、これについてね、解説をしていきます。そして2つ目、重要な指標発見についてご紹介をしていきます。インサイトの中でとっても大切な項目が発見というカテゴリーなんです。ここについて目次の2つ目で解説をしていきます。そして3つ目です。数字を伸ばす方法です。インスタグラムやっているけどなかなか数字が伸びない、伸ばし方がわからないという方多いと思います。数字の伸ばし方について目次の3つ目で解説をしていきます。まず目次の1つ目、インサイトの全体像についてご紹介をしていきます。まずインサイトを見るためにはインスタグラムのアカウントをビジネスアカウントにする必要があります。で、変更の仕方はプロフィール欄からこの3本並線を押してあげて設定をします。そしてアカウントっていうのがあります。こちらを押していくと下にプロアカウントに切り替えるっていうのがあると思います。これを押していきます。これを押すとインスタグラムのアカウントをビジネスアカウントに変更することができるんです。で、登録してすぐっていうのはインサイトまだ反映されないです。アカウントを切り替えてから少し経ってからインサイトっていうのが表示されるようになってきます。じゃあまずですね、インサイトの基本から押さえていきましょう。まずですね、インサイトの見方です。まず一番簡単な方法としては投稿を押します。インサイトを見るっていうのを押してあげると、この投稿のインサイト、エンゲージメントっていうのを確認することができます。まずハートはいいねの数ですね。この投稿に対していいねを押してくれた数っていうのがハートになります。そして次、吹き出しボタン、コメントです。投稿に関してコメントがついている数です。そして紙飛行機マーク、ストーリーズやリポストでシェアされた数がここに載っています。何もされていない場合は点線になっています。そして最後、しおりボタンです。投稿が保存された数です。で、これがインサイトの基本になります。はい、じゃあ次ですね、リーチについてです。で、投稿のインサイトの下の方を見ていくと、リーチっていうのが出てくると思います。リーチっていうのがフォロワーとフォロワー以外の数で成り立っています。で、合計の数が表示されていると思うんですけども、これはコンテンツを1回以上閲覧したユニークなアカウントの数になります。フォロワーの数が実際のフォロワー数に近ければ、コンテンツが既存フォロワーに届いているっていうことになります。つまりこれってフォロワーの興味関心に合致しているコンテンツだよっていうことがこの指標になるんです。逆にフォロワーの数値が実際のフォロワー数より少ない場合、コンテンツの改善が必要ということがわかります。で、この非フォロワーの数です。で、この数値が少ない場合はフォロワー以外にコンテンツが届いていないということがわかります。なのでハッシュタグの改善が必要になってきます。逆にこの非フォロワーの数がかなり多い場合っていうのは、ハッシュタグだったりとか発見で見つけてもらえてるっていうことになります。すごいいい投稿ということです。これがリーチの見方になります。で、次、リーチとインプレッションの違いについて詳しくご紹介していきます。で、このリーチとインプレッション似たような感じなんですけども、リーチっていうのは先ほどご紹介しました一つのコンテンツを見たアカウント数です。で、逆にインプレッションっていうのは一つのコンテンツが見られた回数です。私が例えば何かの投稿を見ました、すごいいい投稿だなと思って3回見たとします。そうするとインプレッションっていうのは3になるんです。リーチっていうのは一つのアカウントで見たら1しかカウントされないです。なので必然的にリーチよりもインプレッションの方
が数が大きくなるわけです。はい、ではですね、目次の2つ目です。重要な指標である発見についてご紹介をしていきます。で、この発見っていうのはインプレッションの指標の一つになります。で、この発見って何かっていうと、インスタグラム見てるとこの虫眼鏡マークっていうのが左から2番目にありますよね。これを押すと自分がよく見ているコンテンツに近いものっていうのが表示されていると思います。例えば料理系のコンテンツをよく見ている人は料理系のものがこの虫眼鏡に出ていたりとか、あとは旅行系の投稿をよく見ている人は旅行系の投稿っていうのがこの虫眼鏡のところに表示されていると思います。で、インプレッションの中にホーム、ハッシュタグ、発見からその他っていうふうにあるんですけども、どこから飛んでこの投稿を見てくれたかっていうのが分かります。例えば一つ目のホームからです。フィード投稿経由からインプレッション、自分のおうちマークを押すといろんな人の投稿っていうのが出てくると思います。なので基本的にホームから飛んできてくれている人っていうのはフォロワーさんですね。で、発見からっていうのがリコメンド、虫眼鏡からタップしてもらえるとこちらが1にカウントされます。で、プロフィールです。プロフィール経由のインプレッションの場合、プロフィールに1がついて、あとその他っていうのもありますね。その他はストーリーズだったりとかリポストのシェアからのインプレッションっていうのがここの数字に反映されます。で、発見から、ホーム、プロフィール、その他、この4つの合計の数字っていうのがインプレッション数になるんです。発見からの数字が高いっていうことは、虫眼鏡で発見のところから飛んできている人が多いっていうことになります。なので非フォロワーの方にその投稿は届いているっていうことになるんです。なのでよくバズる投稿っていうふうに言うと思うんですけども、このバズる投稿っていうのは発見から飛んできてもらう、例えば虫眼鏡、ハッシュタグ、ここからしっかり流入ができているとバズる投稿になりやすいんです。なのでバズる投稿を作るというのは非フォロワーの人にどれぐらい見てもらえるか、発見の数字がどれぐらい高くなるかっていうのがポイントなんです。で、発見についてまとめます。発見はリコメンドコンテンツです。最近の SNS のトレンドとして自分で検索するよりもリコメンドによるコンテンツの提案が主流になってきています。例えば YouTube なんかもそうですよね。ホーム画面開くと自分が興味がありそうなコンテンツっていうのがもう上がってきていると思います。自分がチャンネル登録しているアカウント以外のものも興味がありそうなものを YouTube が提案してくれているんです。これもリコメンド機能です。で、Amazon なんかもそうです。自分が興味ありそうなコンテンツ、これも興味あるんじゃないですかっていうのが結構出てきたりしますよね。それに合わせて Instagram っていうのも最近ですね、このリコメンド機能に力を入れているんです。で、なのでフォロワーを増加させたい方っていうのは、この発見によるインプレッションをどれぐらい伸ばせるか、ここがすごくポイントになってきます。はい、で本日のアジェンダ3つ目です。Instagram の数字を伸ばす方法についてご紹介していきます。はい。で、先ほどもご紹介していたんですけども、数字を伸ばすためには発見の数字を伸ばす、ここがすごく大切になります。数字を伸ばす流れとしてはこちらの4ステップになります。まず1つ目、フォロワーからのエンゲージメントを上げる。まず自分の投稿というのをフォロワーさんに受け入れてもらえるような投稿にしていく、フォロワーさんからのエンゲージメント数値を上げていくということです。例えばこれはいいねだったりとか保存数、ここもすごくポイントになってきます。で、そのためにはですね、自分のフォロワーさんがどんな投稿を期待しているのか、どんな投稿が知りたいのかっていうところを客観的に見て分析をしていくっていうことが大切になります。そうするとですね、ステップ2に上がります。フォロワーさんのフィードの上位に自分のコンテンツが表示されやすくなってきます。インスタグラムを開いた時に投稿だったりとかストーリーがこうパパッと出てくると思うんですけども、これってアップした順じゃないんですね。昔はアップされた最新のものから表示されていたんですけども、インスタグラムアルゴリズムの変更でこの一番上に来るのは自分がよくいいねをしている人だったりとか、自分から投稿を見に行っている人だったりとか、自分がよく見ている投稿の人っていうのがこのストーリーの最初だったりとかフィードの上に上がるようになっているんです。自分のフォロワーさんに関心を持ってもらえるようになると、フォロワーさんのフィードの上位に表示されるようになります。そうするとステップ3に上がります。そのフォロワーの類似のアカウントにコンテンツがリコメンドされるようになります。で、例えばですね、私ウェブデザインのことを投稿していたりするんですけども、ウェブデザインのことを投稿しているのでフォロワーさんにはウェブデザイナー目指している人とかウェブデザイナーさんとか、まあ、そういった方が多くいらっしゃいます。で、そういった方がいいねをしてくれると、私のことをフォローはしてないけどウェブデザインに興味のある人、そういった人の虫眼鏡のところに自分の投稿が表示されるようになるんです。なので類似のアカウントに自分のコンテンツ投稿がリコメンドされる、ここがですねステップ3になります。そして最後、発見のインプレッションが増えるっていう流れになっていきます。
なので発見の数値を伸ばすためにはまず自分がどんな投稿をしていくかっていうのを固めていく、ここがすごく大切になります。はい、さらにインスタグラムの攻略法について知りたい方、インスタグラムにも傾向というのがあります。これをまとめたのがこちらの動画になっているので、ぜひこの動画を見終わった後こちらの動画もチェックしてみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日はですね、インスタグラムのインサイトの見方についてご紹介していきました。こちらの動画いいなと思った、参考になったと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテイクアカデミーと国内最速のレンタルサーバーポノハミングの提供でお送りしてきました。また次の動画でお会いしましょう。